5月30日に美波町恵比寿浜海水浴場で清掃活動が行われました。この活動は鳴門市の企業亀井組と美波町観光協会が主催し、地域貢献活動の一環として開催。亀井組のスタッフと地域住民ら60名が集まり、海岸のゴミや流木などを拾う作業を1時間ほど行いました。地元のもんとしたら、ここらが憩いの場所なんで、きれい方がやっぱりいいですよね。こういうふうに活動していただけると大変ありがたく、嬉しく、いいなと、和気あいあいとですね、コミュニケーションも取れますんでね、1年に一遍とか、2年に一遍とかはやっていただきたいなと思いますね。作業してましたら、本当に発泡スチロールの微細なゴミがたくさんあるんですね。そういったところもありますので、今後ウミガメの町を守るという意味でも、こういった活動の継続的な取り組みというのは必要かなというふうに思ってますね。この日の清掃で70袋のゴミが集まりました。主催者によりますと、今後も定期的に浜辺の美化活動を行っていくとのことです。